カットなしでいきますはい、こんばんは、 DJ マブです、DJ マブのハートブレイクレストラン、今日はですね、動画クリエイターのね、中村優太くんという子にお越しいただきました。中村優太くん、はじめまして。はじめまして。こんにちは。こんにちは。ですね、僕もね、YouTube をこう始めるにあたってですね、動画をやっていこうと、YouTube にしっかりね、こう面白いこう動画をアップするという目的で動画をちょっと勉強しようと思ったんですけど、そんな勉強してる中の過程でですね、タック山田がの、つてをたどってですね、本格的に動画をやってる、中村優太くんという凄腕の学生の子にたどり着きました。今日はちょっとね、縁があってお会いできることで、ちょっと音声収録させていただく流れになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、中村優太くんね、これまたね、ちょっと自己紹介的な感じで、やっていきたいんですけど、これまた立命館大学、実家は姫路。実家はそうですね、姫路、兵庫県の姫路市。兵庫県姫路市からの高校が立命館宇治高校ですね。立命館宇治高校野球部からの立命大スポケン。はい、そうです。はい、で、そうですね、そんな中村くんなんですけど、先日バンクーバーに留学に行ってたと。はい。で、その、旅というか、その留学の、動画をですね、ドキュメンタリーチックに撮ってて、でそれをインスタでこう拝見させてもらって、もう本当にすごくてもう感動したんですけど、で、そんな流れでね、ちょっと動画どういうふうにああいうシネマティックな表現をするのかっていうのをちょっと聞きたくて今日会っていただいたんですけど、ちょっとこう中村くんにその動画に対する思いとか、バンクーバーに留学行った話をちょっと掘り下げて聞いていきたいと思います。はい、お願いします。まず野球少年やったということで。はい、そうですね、僕は小学校4年生の時に、1回軟式野球を始めたんですけど、軟式野球、それが1年ぐらいで、事情があってチーム変えることになって、そこからソフトボールに移動して、で中学も公立の中学校で、でクラブチームでやりながら、普通に野球少年としてやってたんですけど、縁もあって高校から、京都の立命館宇治高校行くことになって、なるほど。立宇治を選んだ経緯っていうのは、さっきも言ってたように、あれですか、やっぱりこう文部両方頑張ってる高校が野球強くて勉強も頑張ってるっていう、そういう高校があまり兵庫にはなかったっていうことですか。そうですね、魅力的、もともと自分もあんまりなんかどこの高校行ったらいいんやろっていう、育英に行きたいとか東洋大姫路に行きたいとか神戸国際とか、そういうイメージはなかった。そうですね、報徳とかあるじゃないですか。はい、なんでとりあえずなんか甲子園出たいなみたいな。ああ、甲子園出たくて、野球メインででも、なんか勉強もできるみたいな感じのところを、緩く探したら、偶然立命館宇治を見つけて、で行くっていう形で。それは向こうからお呼びかかった感じですか。一回なんて言うんですかね、セレクションとかも行って、成績あるんやったら来ていいよって言われて、成績あるんやったら、来てもいいよみたいな、来てくださいじゃなくて、来てもいいよ、なんかもう枠は決まってて、その時点で、なるほど。なんで、取れないっていう形やったんで、もう成績あるんやったらどんどん来てくれみたいな感じで、なるほど、あ、そうか、立宇治はスポーツ推薦っていうのはやってない、6人枠あるんですけど、その時点で埋まってた、埋まってて、はい、あ、なるほどなるほど。で成績結構高くて、その何ですか、ハードルみたいな、それがあるんやったら来てくれみたいな感じでオファーをもらいましたね。しっかりそこの勉強な、ボーダーラインもクリアして立宇治に入学して、野球打ち込んだ3年間やったと思うんですけど、そっから立命に来ての、もう今動画を本気でやってると思うんですけど、もうマジでインスタの映像見てください。マジでどぎも抜かれますから、本当にもうプロレベルの映像なんで、実際こうその動画をなりわいにしていくというビジョンをおそらく持ってると思うんですけど、なんかその動画っていうものに魅了されたきっかけって教えてください、ありますか。そうですね、なんか全ての始まりはやっぱり高3の冬に行ったオーストラリアの2ヶ月の留学、高3の冬にオーストラリアね、はい、オーストラリアに、オーストラリアのどちらに、ブリスベンですね、なんで東側の、海岸沿いにある都市なんですけど、オーストラリアで3番目にでかい都市ですね。シドニー、ここにあるとしたら、ブリスベンは上です。もうちょっと北、はい、はいはいはい。でそこで、まず英語と出会うわけです。英語で
英語で出会って言語の壁が、はいはい、なんでそこで、まあ、英語を通して人とつながる感覚っていうのに、うんうんうん、まあ、衝撃を受け、うん、まあ、あともう一つ、まあ、衝撃を受けたのは、うん、まあ、人と自然がめちゃめちゃ 深くつながっているっていう、あ、まあ、オーストラリアの人の国民性でもあったんで、はいはいはい、まあ、そういうのを見て、まあ、もちろんオーストラリアの自然とかもすごかったですし、うんうんうん、まあ、日本にはない海の様子とか、うん、っていうのを見てすごいなって思ったのがあって、うん、まあ、その、オーストラリア行く前に、もともとおじいちゃん、おじいちゃん、僕の祖父が写真家兼、うん、写真家兼、登山家っていう、写真家兼登山家、めちゃめちゃなんかすごいね。まあその背景もありながら、なんかそれこそ自然と触れ合ってるイメージがありますね。なんか小さい頃から、うん、なんていうんですか、うん、あのお正月は親戚集まってみんなで登山みたいな、あ、みんなで登山、そういうこともあったんで、うん、まあ、自然とは関わってきてたみたいな感じだったんで、オーストラリアに行ってよりその、そうですね、なんかまあ行く前もお前このカメラで、うん、いろいろな景色撮ってこいって言われて、でカメラ渡されて、うんうんうん、なんでその時に英語とカメラ、英語とカメラでなんていうんですかね、両方に出会ったみたいな感じですね。うん、その時あの渡されたカメラがペンタックス、はい、ペンタックス一眼レフ、一眼レフだったんですね。実際どうですか、その一眼レフで撮ってみたその映像、画像っていうのは。いやー、なんか形に残るっていう、うん、まあそれこそ画質も良かったですし、うん、まあ形に、思い出、見た景色が形に残るっていうのはめちゃめちゃ良かったですね。うん、で、まあオーストラリアから帰ってきて、うん、で、まあそこからもうめちゃめちゃ英語の勉強に必死だったんですね。はいはいはい、高3の冬に行って、高3の春ぐらいに帰ってきた。卒業手前ですね。卒業手前に帰ってきて、でも帰ったらすぐ入学、大学入学っていう感じだったんで、はいはいはい、なんかもうスポケンには入りましたけど、うん、スポケンの、勉強はあんまりせず、英語の勉強ばっかりしてみたいな生活してました。うん、まあ、英語が必須になってきますよね、やっぱりね、これからね。うん、その判断間違ってないと思うんですけども、うん。で、そんな英語を、まあ、自分なりに勉強してたわけですか。はい、うん、まあ、なんかスコアを上げる勉強もしましたし、うん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 、なんかでも話したいが先行して、うん、すごく、なんやろ、行動を起こすみたいなことをしようと思って、その外国人と触れ合う環境に身を置くっていうことでしょうか、それは。そうですね、うん、なんで、まあ、日本でそういうコミュニティとかありますか。まあ、もちろんあのたくまくんとかもいましたけど、アバクロでバイトすることになって、うん、まあ、そこの環境では英語を使ったりっていうのもありましたし、あ、他はまあ自分で京都の観光客、京都に来てる観光客の人とかを案内したりみたいなのもしましたね。あ、そうね、はい、なるほどなるほど。英語ができるとバイトの内容まで変わってきちゃうというところですかね。まあそうですね、なんか、うん、あの接客で、外国の方入ってきたら、うんうん、あ、しといてみたいな、あ、ちょっとユータやっといてって、はい、まあそういうことはありましたね。外国人来たと、はい、ユータ頼むみたいなね。ありました、ありました。なるほどなるほど、まあ、頼れる男になるということですね。そう、英語ができると、まあ、そんな感じですね。でも実際どうでした、その言語の壁というか、そのまあ日常会話ぐらいができるようになるまでどのぐらいかかりましたか。そうですね、でも1年、うん、もう本当にオーストラリアにいる間は聞くことで精一杯だったんで、うん、帰ってきてからなんかいろいろ自分なりに勉強したんで、1年は弱はかかったかなと思います、うんうんうん、でその経験、その語学力を上げた状態でのバンクーバーに留学っていう流れでいいでしょうか。そうですね、まあその前にまあそのカメラの件もあって、うん、カメラの件もあってなんか自然いいなっていう思ってて、で適当に YouTube 見てたら、うんうん、いろんな海外のクリエイターが作ってる、うんうん、なんか世界をまあ旅しながら撮ってる動画とかに出会いながら、うんうん、あ、こういうのすごくいいなと思って、うんうん、思ってたんですよね、うんうん、なんで、でその時に、まあ、同時に英語も勉強してたんで、はい、なんか自然も味わいながら英語を話せる環境に飛び出そうと思って、うんうんうん、まあ、バンクーバー行く年の、うん、もう2000、それこそ2019年の初めに、うんうん、まあ、フィリピンに一人でバックパッカーで、ああ、そうね、2週間ぐらい一人で行った、はい、行きましたね、渋すぎる、うん、なんで宿も取らずに行って、はいはいはい、まあもう適当にインスタ見てたらその島を見つけて、うん、なんか
もう行ったらいいと思ってその日のうちにチケット取って、はいはいはい、あんばねこう出るかあんばねなんか、うん、とりあえず行ったろうと思って行きましたね、うんうんうん、もう行ってからすごい良かったですね。見て良かった、良かったです。なんか宿を見つけて、うん、まあ、5軒目ぐらい回って5軒ぐらい回ってやっと見つけたんですけど、うんうん、そこで出会った人たちはすごくもう刺激的で、うん、プロサーファーとか、スキューバダイバーとか、まあ、それこそトラベラーとか、まあ、いろんな人いたんですけど、うんうん、そういう人と何ですか2週間もうずっと一緒に過ごして一緒に寝て一緒に、それがすごいよね。その単純もう一人で行って、もう宿もその予定なく行って、はい、そこで友達作ってくるっていうその行動力、 そのサバイブ能力半端ないですねなんかそう本当にその2週間が刺激的で、うんうん、まあ、それこそフィリピンのその離島の自然っていう、うんうん、もうそこに圧倒されたのもあって、あとは旅をすることで、まあ、こういう、まあ、僕が出会った人とか、まあ、いろんな出会いがあるっていう経験をして、なんかこれ人に伝えたいな、この良さ、自然の良さとか、まあ、旅をすることの良さを伝えたいなって思って帰ってきたんですよね。まあその帰る前の日に俺、まあ、みんなに、うん、泊まってるみんなに相談して、まあ、僕は旅をして、うん、こういうことをやっぱり思ったわってみんなに相談したら、まあ、みんなやっぱり Keep going っつって、あのやりたいことやった方がいいってみんな口を揃えて言ってくれて、まあ、それが本当に刺さったんで、なるほど、まあ、本当にフィリピンで得た経験は今の自分を支えておるって感じですね。なるほど、そうか、オーストラリア、フィリピン、はい、からのバンクーバーに、そうですね、そういう流れなんやけども、そこのその、まあ、あの3つの国の、まあ、旅する中でですね、まあ、僕らの大好きな動画クリエイターのサム・コールダーの動画にこう思いっきり影響を受けたのっていつの時期ですか？あれはそうですね、うん、あのフィリピンから帰ってきてからぐらいですかね、多分もうあの人の動画をほぼ見て、うん、はあ、俺も世界を旅したいなみたいな感覚にはなりましたけどね。皆さんサム・コールダーですよ、動画クリエイターで一番ね、まあ、まあ一番有名かどうかはあれですけど、一番こう若者に刺激を与えてるクリエイターさん、ね、サム・コールダーって方がいるんですけど、これはチェーンスモーカーの PV にも出てたのかな、サム・コールダー。そうですね、出てると思いますし、ね、あとは撮ってますね、うんうん、あ、サム・コールダーが自身がチェーンスモーカーズの PV を撮ってます、うん、クローサーやったっけ、クローサー撮ってます、ね、クローサーを撮った方で、うん、まあ、これもね、僕あの、まあ、YouTube でいろんなね、まあ、大川雄介君とかいろんな日本にもクリエイターがいるんですけど、その人の YouTube チャンネルからサム・コールダーにたどり着いたんですけど、同じくやっぱり中村優太君もそのサム・コールダーの動画に、感銘を受けてたということで、やっぱ動画好き、スタンド使いはスタンド使いのように光り合うみたいなね、なんかそんなのがあるみたいで、あの光り合っちゃいます。動画を始めることによって僕も中村優太君と出会えたということでねはい、あ、まあ僕もね、これからちょっと動画っていうのをね、あの頑張っていきたいんですが、まあその中で重要人物になってくる男がやっぱ中村優太君、はい、ではですね、そうですね、次の第2弾はですね、中村優太、バンクーバ編、バンクーバ留学編をちょっとお伝えしたいと思います。はい、まず第1話はこの辺で締めます。中村君、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、次はバンクーバ留学編の、まあ、文化の違いとか、あのその辺の、うん、日本とのその世界観の違いであったり、はい、うん、そういう、まあ、向こうの大学の話もちょっと掘り下げて聞いていきたいと思うんで、ぜひね2回目もご視聴ください。はい、この辺で締めますね。はい。